年末にかけて毎年増加するのが交通事故です。安全な交通社会の実現に向けて交通安全県民大会が開かれました。今日は去年交通事故の減少に大きく貢献した17団体16事業所のほか、交通安全ポスターコンクールの入賞者など615人に表彰状が贈られました。交通安全活動で功績を挙げた団体などを称えることで、県民に交通安全への意識を高めてもらうことが目的です。引き続き交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践に努めていただくとともに、それぞれの地域や職場で交通事故の防止にお力添えをいただきますようお願いを申し上げます。今年県内で発生した死亡事故は24件で、去年の同じ時期と比べて15件少なくなっています。また交通事故の件数も去年より減っています。